はいどうも。前回はエディーズさんを取り上げたので、今回はアリーナショップで迷うアタリアさんを詳しく見ていこうと思うのねん。なんでもモテツ風？別に意識していないのねん。ということでまずはアタリアさんの能力を見ていくよ。必殺技はこんな感じだよ。ふむ、かっこいいやつね。まあ説明を読んだだけだと、びっくりするほど強い必殺技には見えないね。そうだね。それじゃあ次、必殺技以外のスキルね。ふむ。これちょっと、スキル4の効果がよくわからないんだよね。なんで？日本語版の説明だと、全体に効果があるって書いてあるけど、英語版だと、アタリアさんだけっぽい説明になってる。ふむ。でもまあ少なくとも、味方が多く残ってるほどアタリアさんは強くなるってことね。そうだね。そしてそれより、よく注目されるのは、スキル2と3のコンボだよね。戦闘開始直後に、スキル2で対象1の敵のところに飛んでって攻撃。それからスキル3でボコボコ殴って、スタンさせた上、自陣まで敵を運んでくるやつね。うむうむ。それで前に説明した、トーランチーズでも使われるわけね。なるべく、トーランさんの周りまで敵を運んでほしい、っていう使い方だね。そうだね。あとはナーラさんと同じく、後列にいる嫌な敵を、なんとかしてよっていう場合によく使われるね。対象1にいる敵を狙うんだから、ピンポイントで攻撃できるね。それで、そんなに相手のレベルが上じゃない場合は、そのまま倒してくれるわけね。倒せなくても、3秒間スタンさせてくれると。うむうむ。これがアタリアさんの、一番の売りポイントなんじゃないかな。ということで次、専用装備ね。ふむ。30まで上げると、流血効果がつくのね。うむうむ。アタリアさんはアタッカーだから、火力が欲しい。だから、専用装備は30にすることがおすすめされてたよ。20まではただの防御アップだもんね。そうだね。専用装備を30にすることで、かなり火力アップしそうだね。ふむ。でも、アタリアさんの火力アップは、専用装備だけじゃないんだよ。ほう？専用家具でもさらにアップ。へぇ。専用家具9個で、味方がみんな必殺技を使ったら、アタリアさんの通常攻撃は8割アップか。うむうむ。ということでアタリアさんは、専用装備30、家具9個でやっと火力マックスだね。お金のかかる女性ね。私みたいに半額お弁当とかは狙わない人だよ。さもありなん。つまりアタリアさんの強みは、値段を見ないでお弁当を買える。じゃなくて、専用装備とか家具で高めた火力で、嫌な敵を、ピンポイントで倒してくれるところかな。そんな感じだね。うまくいけば、速攻で嫌な敵を倒してくれて、あっという間に5対4の状態に持ち込めるね。となると、相手のレベルが高すぎると苦しくなるのかな？開幕飛んでって、逆にやられちゃうかもね。ふむ。だから、敵の方がレベルが上になりがちな PVE よりも、近いレベルになる PVP の方が、アタリアさんの評価が高いのかもね。ふむ。次に、アタリアさんを使った編成を見てみるよ。何編成っていうかは知らないけど、アサシン編成って呼んでる人もいたな。ほうほう。メンバーは、タレンさん、オセロスさん、ナラさん、ファリオさんだよ。神編成に比べると、セレ方少なくて揃えやすい感じかな。海外パイセンが書いてた説明によると、シナジーはそんなにないよ。でも怠慢上等キャラ揃えたよ。そして敵は死ぬ。だそうだよ。何その口調。万能チートキャラタレンさん、狙った獲物は逃さないナラさん、妨害も攻撃も優秀なファリオさんはいいとして。オセロスさんはどんな特徴があるのかな？オセロスさんはタンクキャラだけど、専用装備の効果で、敵は近くにいるだけで、減速したり停止したりするので、その点で、怠慢上等なんだと思うよ。怠慢上等っていうか、卑怯な気もしなくもない。ということで、アタリアさんの能力は以上のごとく、じゃあアリーナショップで、エジーズさんとアタリアさん、どっち選ぶのよという話。私なら見た目でアタリアさんかな。マリッペの意見は置いといて。置いとくなよ。海外パイセンの意見をいくつか見てみるよ。海外かぶれか。まずはアタリアさん推しの意見だよ。なるほど。タレンさんが必須かどうかは置いとくとしても、エジーズさんはシナジーが重要だから、いろいろなキャラが必要になる。それに対してアタリアさんは、アタリアさん自身の火力で勝負するから、どんなパーティでも活躍できる。だから先にアタリアさんを育てちゃおう、というわけね。うむうむ。この意見も、言ってることは同じかな？うむ。
シナジーよりも本人の火力が重要なキャラってことだね。うむうむ。あと、火力だけじゃなくて、特定の敵を無力化する能力ね。奈良さんよりどういう能なのか書いてないけど、狙った敵をしばらく無力化したり、うまくいけば倒せたりするのは便利、ってことね。うむうむ。まあ当たり屋さん推しの意見は、大体その二つかな。多くのチーム編成で使える、狙った敵を無力化できる、という二つね。次はエジーズさん推しの意見だよ。キャンペーンって、メインストーリーのことね。うむうむ。メインを進めるには、エジーズさんの方が向いてるということみたいね。メインは、敵のレベルがはるかに高くなったりするから、アタリアさん、ダイブして返り討ちに会うことが増えるのかもね。それについてはこんな意見があった。ふーむ、やっぱり敵のレベルがずっと上になると辛いのか。それに対してエジーズさんがメインで役立つというのは、強力な敵の動きを封じるような、パーティ編成ができるからなんだろうね。ふむ。こんな意見もあった。これは、王座の塔も、進んでいくと敵のレベルの方がずっと高くなるからかな？そうだろうね。こんな意見もあるよ。まあ、そこがエジーズさんの一番の長所なんだろうね。それに対して、アタリアさんの高烈攻撃は、他にもできるキャラがいるってことかな。うむうむ。あとは、エジーズさんはサポートだから、アタリアさんほど育てなくても使える、っていう意見もあった。アタッカーはとにかく火力上げないとお仕事できないから仕方ないね。中華料理屋さんだね。は？まあとにかく、エジーズさんの長所は、他にはないスキルを持ってるおかげで、キャンペーンなど PVE で使うのにすごく向いてるってことね。その代わり、力を最大限発揮するには、シナジーのためのメンバーが必要ね。うむうむ。それに対して、アタリアさんはシナジーに頼らない分、装備を整えないといけないということか。まあ一長一短ということかね。まとめるとこんな感じ？なんか、エジーズさんが力を合わせてとか、セレスティアルとカタストロフのイメージが、逆になってる気がする。人は見かけによらないものだよ。40歳過ぎたら見た目に責任を持てとも言われるよ。エジーズさん40歳過ぎてるのかな？結構年いってるように見えるけどどうだろう。で。で？結局どっち選べばいいの？あくまで私の見た範囲では、エジーズさん推しの方がやや多かったかな。ふーん。で、陽子はどっちもらったの？ロザリンちゃん。は？だって、ウィッシュリストに入れてるのに、一人も当たってなかったから。まあ、無課金勢としては、アタリアさんもエジーズさんも時間かかるから、先にエルロンさん言っとけ。って言ってる海外パイセンもいたから、いいんじゃない？まあそれは陽子の勝手だけど。ロザリンちゃん、ただのエリートだけど、パーティによく入るし活躍してくれてるよ。それなら良かったんじゃない？うむうむ。ということで、今回はこれくらいにして、後列に配置された半額を弁当狙い撃ちしてくるよ。アタリアさんはそんなの狙い撃ちしないよ。じゃ。半額ばっかりだな。いいけど。では皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴かたじけない。ではでは。